で活動している博多よさこい連です。本日は唯一宮本武蔵に勝ったとされる男武双権之助をテーマにした曲をご披露いたしますとのことです。はい、皆さんこんにちは。福岡市で活動しております博多よさこい連は弁天と申します。私たちは福岡博多の歴史や文化を、よさこいに乗せて、各お祭り、PR をしているチームでございます。本日関門といえば巌流、比江島といえば宮本、この男、はい、唯一宮本武蔵に勝った男とされる、武双権之助の逸話に、講談調の囲いで、お届けしたいと。実は何よろしくお願い申し上げ、では参ります。博多よさこい連は別天、構え。関町の森を夜をまとった草原にじわりと浮かぶ二つの影、一つは剣豪宮本、維持するのは若き日のその名の武双権之助。博多よさこい連一同心を込めて
演舞とさせていただきます。まさにこの時、四尺二寸の杖を持つ神道無双流の杖術が生まれた。その時、権之助の目が光る。武蔵、見切った。さあ、いや、今やり、あらえばなぎなたの男たち、杖はかくと外れざりきる。傷つけず人を殺してみましょう。教えは杖のほかにはある。さあ、スリーよいよいよさ、そいつさ、いよいよさ、そいつさ、武道は神の無双ぞ、どんのけ自ら最後までご覧いただいた皆様に心よりの感謝を込めます。ありがとうございました。ストップ。武田よさこいで退場。はい、ありがとうございました。さあ、続いて